はい、皆さんこんにちは。今日は半自動溶接の電流と電圧の合わせ方を紹介していきたいと思います。でまず最初に電流が高すぎるとどうなるかや電圧が低すぎるとどうなるかなどを解説していきたいと思います。で実際に電流が低い状態や電圧が低い状態などで溶接をしていきますので、どのような変化があるかなどを確認してみてください。その次に電流と電圧をきれいに合わせて炭肉溶接を軽くしていきますので、そちらも視聴してみてください。で最後にワイヤー長が長すぎるとどうなるかや電流が低すぎるとどうなるか、電圧が高すぎるとどうなるかなどを表にしてみましたので、そちらを参考にしてこれから半自動溶接をするときなどに電流と電圧を合わせる参考にしてみてください。で少し専門用語なども出てきたり、ナレーションだけでは分かりづらい方は字幕をつけるようにしてみてください。詳しく電流や電圧を細かく調整して検証していきますので、よければ動画を飛ばさず最後まで視聴してみてください。それでは溶接映像を見ていきましょう。今回使用するワイヤーは DW の Z100 というフラックスワイヤーです。ワイヤー径は 1.2 ミリを使用していきます。でまずいつも簡単な溶接をするときなどによく使用する電流と電圧で溶接をしてみたいと思います。電流がだいたい230ぐらいで電圧が23ぐらいで溶接をしてみたいと思います。でこちらが実際の溶接映像なんですが、電流や電圧が正しく合っていますとこのようにスムーズな溶接をすることができます。でこちらが先ほどの正しい電流電圧で溶接をしたビード外観です。このような感じで綺麗な溶接をすることができます。で次に電流は先ほどと同じ状態のままで、電圧をとても低い状態に設定して実際に溶接をしてみたいと思います。でこちらが溶接映像なんですが、このような感じで電圧が低すぎるとワイヤーが母材にとても突っ込み、まともな溶接をすることができません。でビード外観の方も突っ込みすぎて全然綺麗に溶接をすることができなかったので、このような感じで全然溶け込んでいないビードになってしまいます。正しい電流と電圧のビード外観とここまで差が出ます。で次に電流は先ほどと同じ状態で、電圧を高い状態に設定して溶接をしてみたいと思います。でこちらが電圧を高めにした溶接映像なんですが、溶接している最中は特にそこまで違いは分かりません。少し幅が太くなりやすいかなという感じです。で電圧が高すぎるとこのような感じでとてもペタッとしたビードになってしまいますので、ペタッとなりすぎるような場合は電圧を少し下げて設定をしてみてください。で次に電圧は23ぐらいの普段合わせている電圧にして、電流をとても低い状態に設定して溶接をしてみます。でこちらが実際に溶接をしている映像なんですが、電圧が低い時と同じような感じでワイヤーが母材にとても突っ込んでしまい、溶接をすることができません。当然ですがビード外観もこのようにとてもひどい状態になってしまいます。次に電圧は23で、電流をとても高い状態に設定をして溶接をしてみたいと思います。でこちらが電流をとても高くした状態の溶接映像なんですが、電圧がとても高い時と似ていてビードがとても広がりやすく、このような見た目のビード外観になります。こちらも電圧が高い時と同じくビードがとてもペタッとなって、よもりがなかなか出てくれません。で次に普段僕がよく使用している電流と電圧に設定を合わせて炭肉溶接をしていきたいと思います。で今回は電流の合わせ方の解説動画ですので手元のみの撮影です。で炭肉溶接や多層盛りの溶接などをしている溶接動画も今後 YouTube に投稿しますので、今回は手元のみの撮影でご了承ください。でこちらが適正電流値で溶接をしたビード外観です。このようにペタッとしすぎたりしていなく、スパッタの量も少なく綺麗な溶接をすることができます。半自動溶接は電流値が合っていないと綺麗な溶接をすることはできないので、こちらの動画を参考にして綺麗に電流電圧を合わせるようにしてください。でこちらが最初に紹介した全てをまとめた表なんですが、こちらをスクリーンショットしておいて電流や電圧が少し綺麗に合わないなという時はこちらを見て参考にしてみてください。
で今回は初心者さん向けなんですが、慣れている方はビード外観や音を聞いただけで電流電圧が合っていないというのが分かると思いますので、音やビード外観ではまだ判断できない方などは今回紹介していた電流と電圧の合わせ方を参考にして溶接をしてみてください。それではこれで今日の動画を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。